日本時間9月17日、ドジャースは敵地トゥルイストパークでのブレイブス4連戦の最終戦を迎え、9対0で快勝。2連敗の後2連勝し、敵地での4連戦を2勝2敗で終えた。ドジャース先発の山本義信は4回72球を投げて被安打4、脱三振3、49に、失点0とまずまずの投球を見せ、2番手のエヴァン・フィリップスが4勝目、1敗、をマーク。 ブレーブス先発のマックス・フリードは6回2安打3失点と力投したが、自己ワーストをさらに更新する10敗目、9勝、をきした。ドジャースは3回表に先頭打者の死球、新類打、盗塁でチャンスを作り、西後にフリードの冒頭で1点を先制。山本が毎回のようにピンチを背負いながらも無失点に抑える中、5回表にはミゲル・ロハスのタイムリーなどで3対0とリードを広げた。 7回表には3者連続支球で一糸満塁のチャンスとなり、大谷翔平の内野ゴロ、野戦、ムーキー・ベッツの儀比、テオスカー・ヘルナンデスのタイムリー、フレディ・フリーマンの22号スリーランで一挙6点を追加。前日に続いて試合終盤に打線が機能し、4連戦の最終戦は9対0で快勝した。ドジャースの大谷は、1番 DH でスタメン出場。 初回の第1打席は見逃し三振に倒れたが、3回表の第2打席は四球を選んで出塁した。5回表1試1、三塁で迎えた第3打席はショートゴロで1打点を記録。7回表1試満塁の第4打席はセカンドゴロが野戦。本塁セーフ、り、ここでも1打点をマークした。9回表の第5打席は空振り三振に倒れ、4打数0安打2打点1四球。 2試合ぶりのノーヒットに終わり本塁打と盗塁を積み上げることもできなかったが2打点を稼いで勝利に貢献した今期の成績は打率点28847本塁打108打点48盗塁、オプス980